こんにちは、滝沢真紀子です。今日はですね、私がいつもしている、スキンケアと、メイクをご紹介していきます。こうなんか特別なことでもなくて、いつもの私の普段のメイクをご紹介していきます。ね、まずはですね、私は、はい、こちらの、今洗顔は終わった状態なので、これで拭き取りをしていきます。どちらかというと乾燥肌なんで、軽く拭き取りの方が結構好きだったりします。こんな感じで拭き取りました。はい、あ、ちょっと髪縛っとくか。手っ取り早く済ませたいと思います。はい、次いきます。ルルルンオーバー45、まだ44歳なんですけどオーバー45におすすめのパックを使っていきたいと思います。まあ、朝晩やるのでそんなに高級なものじゃなくてよくて、いつもね、ちょっとお手頃なものをこういうボックスで買って使ってます。ほんのに数分でいいんですけど、まあ、5分程度ですけど軽くつけていきます。こんな感じで、ここでこの、水分を利用してですね、ちょっとマッサージしていきます。私はね、やっぱりこう一日こう朝からすごい動いてるので、肩が凝らないようにここら辺をグリグリやって、あんまり顔をグイ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 マッサージするってことは最近はあんまりしなくなりましたはい、じゃあ5分経ちましたんで、こんな感じ、すごいしっとりしてるね。で、これなじませた後、はい、こちら、化粧水はですね、ゲランの、大きで、こちらはブライトニング効果もある、お化粧水になります。もう、ね、塗ったそばからお肌にこう一枚ベールをまとったような保湿力と、なんかこう、まあ、とにかくすごい化粧水なんですよ。2回目いきます。もっとすごいお手軽な化粧水の時は7回ぐらいつけたりします。こんな感じかな。とにかく保湿を大事にしております。次いきます。はい、こちら美容液になります。これもゲランの大きでの美容液になります。こちらもね、すごくブライトニング効果のある美容液になります。使うたんびにちょっとこう、お肌の透明感が増すような、そんな美容液です。こういうのって本当に毎日コツコツやってると年単位で変わっていくなっていう実感がしますので、やっぱりいいものってすごいなっていう感じです。はい、できました。はい、次、こちらがゲランの大きでインペリアル、こちらを使っていきます。最近本当急に乾燥してきたんで、私夏場はとてもクリームなんかは日中塗らないんですけど、これぐらいの季節になってくるとこんぐらい保湿力があるものを使っても全然大丈夫だったんで、最近これを使ってます。これを塗るとですね、絶対乾燥しない絶対乾燥しないですよ。一日外出てても、あ、この辺乾燥してきたなとか、この辺乾燥してきたなっていう、そういう感じもしないし、この上にメイクを乗せてっても、この季節だと全然大丈夫だったんで、はい、こんな感じです。はい、私のスキンケアはこちらでおしまいになります。私のスキンケアはですね、こうやって、いかに早く保湿をしっかりとするかっていうのが私のスキンケアのポイントになります。はい、続いてメイキャップをご紹介していきたいと思います。私はですね、結構行き先によったりとか、あとは服装によってメイクをこうよく変えるようにしてるんですけど、今日はご紹介するのは、まあ、本当普段その辺に行くような時の、まあ、自分の中の最大限マシなメイクをご紹介します。はい、1つ目、こちらアユーラのウォーターフィール UV ジェルになります。これね、すごくつけ心地が軽くて SPF50+ PA4+ です。つけるともう本当にしっとりして、さっきのスキンケアでもかなり保湿されてるんですけど、さらに保湿をプラスするような感じで、すごく軽いつけ心地の
日焼け止めになります。顔全体に塗っていきます。なんとなく買ってみたんですけど良かったんで、多分これ私の定番になるかと思います。はい、すごい軽い、すごい軽いつけ心地、大好き。はい、続いてファンデーションを塗っていくんですが、はい、下地をつけていきます。はい、こちら、NARS の、ラディアンスプライマーを塗っていきます。これがファンデーションの下地になるんですけども、ちょっと、出すとこんな感じで、ピンク色というかちょっとオレンジ色のような感じなんですが、これを顔全体っていうよりはこのちょっと明るくしたようなところ、この辺に塗ってったりします。はい、下地こんな感じです。はい、次こちらになります。ライトリフレクティング、ファンデーションになります。私は、フィジーというカラーを使ってるんですけども、はい、こちらをほんの数滴一滴こんぐらいを伸ばしていきます。これね、私結構自分で写真を撮ったりとかすることもあるんですけど、写真に写るとなぜかこう白浮きする時ってあるじゃないですか、ファンデーションが。それがね、全くない、ファンデーションになります。本当は、まあ、顔の中心だけ塗りたいぐらいの気持ちで、あとは残りを伸ばしていくぐらいです。こんな感じです。はい、はい、次、こちらのコンシーラーをしていきたいと思います。はい、コスメデコルテトーンパーフェクティングパレット02番、はい、こちらになります。はい、ご覧の通りですね、私こちらのあたりに疲れた後のニキビの形跡がございますねこれを消していきたいと思います。これはね、4色あるんですけど、このオレンジのとかこの辺の色をミックスすると私のスキントーンに結構合うので、ちょっとミックスして塗っていきます。こんな感じじゃない？消えたんじゃない？消えたね。こんな感じです。はい、次、こちらは NARS のですね、ライトリフレクティングパウダー。これはしっかりここたっぷりつけても大丈夫。ちょっとマットにもなるけど、ちゃんと光を反射してくれる。 OK、 完成。はい、この後アイシャドウしていきたいと思います。はい、アイシャドウはですね、こちら、はい、ルナソルアイカラーレーション16番オレンジ。私の、肌の色には割とオレンジとかが合いやすいの でこうやって見ると私二重がグッと中に入りがちなんで、割と二重より大きめに塗っていきます。次、このカラーをしていきます。結構アイラインをギュッて入れるっていうよりも、普段は、これぐらいので陰影をつけるのが好きなんで、これをつけていきます。なんとなく薄くでいいです。で、目の下もちょっと足しときます。はい、そんな感じ。これここら辺にですね、あとこの目の目頭にも、目頭とこの鼻の間にも、はい、こんな感じかな。はい、次、アイライナーしとこうかな。一応インサイドにアイラインをしていきたいと思います。はい、シャネルの、ウォータープルーフのペンシルアイライナーになります。これね、ブラウンになります。で、結構インサイドに本当にちょっとですね、インサイドにちょっとだけど、結構目頭からしっかりやっていきます。思いっきり変えるというよりもほんのちょっと変わるかなぐらい、うん、こんな感じだね。はい、 OK です。次、眉毛したいと思います。これはですね、近所の薬局で買ったアイブロウのコームです。いつも使ってたのを娘に取られました。
で眉毛は、描いていくんですが、こちらが3のアドバンスアイデンティティブラウンシェーピングデュオ03番こちらを描いていきます。こっちがねちょっとクリームタイプになっててちょっとこっちがパウダーになっててみたいな感じなんですけど、私は結構長い間使っててこっちのまあなんとなくクリームタイプで、描いていきます。こう見た時にここがないのでここを中心に描いていきます。で眉毛は割とこっちの眉毛はまっすぐなんですけど、こっちの眉毛がアーチ状になっているのでこっちに近づけていこうと思います。こっちがすごいストレートだよね、こっちアーチだよね、不思議ですね。ここまでできましたら大体ですね、大体できました。アウトライン描いた、はい、書いたら数字ニューヨーク、これすごい極細なのこんなに細いのあんまり見たことないぐらい細いんですけど、こちらをで書いていきます。これもねブラウンでしたね、02番っていう本当にブラウンです。で一気に書くとね、一気に書くともう書いたって感じになっちゃうので、ちょっとあの隙間を埋めるような感じでこれでやっていくとこんな感じじゃない。で、コームでもう一回溶かして、でよくこういうあの毛ですね、気になっているんですけど、いじらない方がいいよってみんなに言っていただくので、いじらないで、もうナチュラルな眉毛で一切いじらない眉毛でございます。はい、こちら、ボビーブラウンのナチュラルブローシェーバーリッチブラウンになります。これは私気に入っていてずっと使ってるものなんですけど、一回ねティッシュ取ってからこれを塗るときは割とこうやって自分の顔を見るんですよ。こうやって自分の顔を見てこの角度で塗ると仕上がったときに眉毛がナチュラルに上がってる。上がったねこれくらいかな。もう一回コームで溶かしておきます。はい、 OK。 はい、次高見リップの唇美容液になります。はい、こんな感じかな。先に今のうちにちょっ と、リップを塗っとくんですけど、この後、まあリップをするまでだいぶ時間があるので、その前にちょっとうろしとこうかなって感じですね。はい、次マスカラいきますが、ビューラーやっていきます。あ、これはシュウエムラの、ビューラーになります。今日はなんとなく上げたい気分なので上げておきます。はい、上がったね。はい、次、はい、こちらこちらをしていきたいと思います。シャネルの、ヌワールアリュールマスカラ、これは黒ですね。はい、シャネルのマスカラは美しいのでここを押すと出てきますかっこいいねまあブラウンのマスカラしたりすることもあるんですけど、今日は、まあ、目元割と優しいカラーで仕上げているので黒で締めてもいいかなと思ってます。つけました。はい、はい、こちら、はい、こちらエランの、こちらを使っていくんですけど、私はこれはシェーディングとして使っています。一回ティッシュオフしていきます。で顔を見た時に私は自分のこの辺とかこの辺とか、まあ、このほっぺが丸いのとかが結構気になるのでやっていきます。これぐらいがいいですね。ちょっと変わるぐらい。はい、仕上げ。リップは私結構いろんな色を 3,4 本結構ポーチに入れてることがあって、最近気に入ってるのがこの辺なんですけど、こちらはですね、NARS の新しいマットリップになります。で、これがスープのバイブランドリッチ04番、は
はい、こちらをつけていきたいと思います。スイートディスポジションというカラーで、さらに下ろしてみよう。はい、こんな感じ。はい、じゃあ最後チークで仕上げていきたいと思います。こちらの、NARS の、ライジングスター、これすごい可愛いでしょ。なんでこの2色使っていきます。はい、チークちょっとだけほんのりチーク軽でここ鼻にもちょっとつけて、顎にもちょっとつけてって感じですね。はい、でさっきのアイシャドウのこれをハイライトにちょっと使っていきたいと思います。ちょっと OK、 メイクは完了いたしました。こんな感じです。はい、というわけでメイク完成いたしましたので、髪の毛を、はい、下ろしていきたいと思います。で、私の髪の毛はとにかく超ストレートでサラサラなんですね。逆に悩みとしてはボリュームが、ちょっと足りないなっていう時があるので、これをつけていきます。完成です。髪の毛にはこのセンスオブヒューモアのボヘミアンシーウォーターっていうスタイリング剤をつけました。全部につけてちょっとこう揉んでると、いい感じの癖がついたりするので、私みたいなストレートヘアの方にもおすすめです。はい、というわけでメイク終了いたしました。簡単ですけど私なりに、楽しんだメイクをご紹介しました。やっぱりメイクすることでこう毎日ねこうハッピーにいられるし、テーマに合わせてメイクを変えていくのすごく、好きです。あとは、お洋服を着てからメイクをする時もあるので、こう服の色に合わせて、リップを変えてみたりとか、そういうメイクの仕方も大好きです。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆さんの参考になれば嬉しいです。それでは、さよなら。